それ戸締まりもするわ。え、何ここ？何ここ？あ、ごめん、お邪魔します。おい、開幕、お前燃えちゃうだろ。あ、あれか、あれ、爆破する系の樽か。そういう感じね。爆破する系の感じね。いたよね、デモンズとかでよくあったよね。デモンズの行動でよくあったよね。上に寝てるみたいな。ないね。やばい、ここいる。ここなんかいますね。あれ？ほら！危な！あ、爆弾入らなかった。はい。片手と3発かかっちゃうな、倒すのに。次、筋力振ってもいいよね、レベル上げ。鎧抜きパイセン！鎧抜きパイセン？僕、防具が欲しいです、そろそろ。ボスはまだだろうな。てか、今回もさ、ボス、ブラッドボーンスタイルだったよね。最初、キリなくて、みたいな。まあ、最初のあのボスだけかもしれないけど。わ、誰かいる。わー、これ、サスケなんかいけないやつでしょ。お前の食事代壊しといてやるから。わ、あいつ、なんだろう、あいつ。魔法使いか呪術師って感じだな。あいつも助けなきゃいけないんだろうな。めんどくせえ。めんどくせえ。え、これどうすんだ？こっちじゃないのか、とりあえず。多分ここはこいつ助ける部屋なんで。いやー、多分外れみたいですね。多分行く方向が違うのか、何なのか。多分ここじゃねえな。ここか？ここでもねえな。多分違うな、じゃあ。どこだろう。ここじゃない。でもあっちも戸締まりがある。どっかで鍵取るんだろうな。どっかで鍵入手するんだ、これ。わかりますよ、僕には。天才か？アイドル選手、天才か？こっちなんだっけ？え、こっち来てないわ。こっち全然来てねえわ。こっちでしょ、多分。え、だってこう、竜がいたとこじゃん。お前何や、あがめてんの？何してんのこれ。おお、今回移動しながらレスト飲めるの。強っ。 この盾の技、ケリー。まず盾ない方からやるか。あ、ごめん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 。いてててて。こいつに殺されかけるわ。危な。いや、一般兵が一番強いや。痛い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 。はい。あ、ここでも爆殺取るんだ。いいねー、隣人マン。いいねー。わー、ドラゴンの首があっちにある。わー、なんかメッセージいっぱいじゃない？なんだろうね、これ。どうした、どうした、お前。お、なんか食べてる。わかめみたいに食べてる。食べてないね。走り抜け。この先怪物に注意しろ。突撃の時間だ。何か起こりますねー。まあ、こういうメッセージ見ない方がいいか？最初は。なんか飛んでくる？いや、もう変に警戒しすぎてもダメ。あがめてるよな、なんか。なんか、怖いんだが。空が。え、なになに？またいるやん。うわー、しかもなんか気持ち悪いの生えてるし、あれ。うわ、どうすんの、あれ。やばい、肉に毒されすぎでしょ、この国。あれ、倒す？どうするの、あれ。うわ、エストビンねえ。ちょっと抜けよう。オッケー、オッケー。わあ、お前、そっちはダメ。よし、はまった。よしよし。あ、もうこれ倒した時点で手に入るんだ。え、お前ら何、これ、ポーズ。何、床をな。え、これあれじゃん。あれじゃん、これ。ブラッドボーン。ブラッドボーンの、漁村にいたやつじゃないの？カタツムリみたいな。うおー。
どこ行ったらいいの？下何あれ？下燃えてるね、いろいろ。どこ行くんだ？あっち屋根乗り継いでいくんだ、これ。屋根乗り継ぎ系男子のステージですね。ちょっとあいつは厄介なんで、スルーしてもいいでしょう。あの、ダークソウルっていう敵別に、全敵を倒さなきゃいけないという、あの、あれはないので、別にいいでしょう。てか、ここ侵入したら面白そうだな、このステージは。痛い後ろかい、やばい、エストビンね。うわー、いっぱいいるー。こう極限状態、極限バトル、極限バトル。いやー、極限バトルっすなー。いやー、ですよねー。しかも予備銃持ってきたし。いやー、死んだわー。防具早く欲しい。防具が欲しいね、早く。はいはいはい。最初のとこに戻ってきて、まだ右の階段の方見てなかったんで、右の階段の方ちょっと見てみたいですね。あれ、同じじゃないな。違いますね、これ。微妙に違いますね、右の階段の方は。ここにアイテムとかあるか？いやー、ないね。いや、微妙に違いますね、ほんとに。うわ、うわ、うわ、なんか、犬。しかも、上からなんか飛ばしてくる。犬はいつの時代も早いな。あ、一発切ると、こける。オッケー。犬強っ。あそこにも犬いる。犬いすぎなんだよな。ゾンビドーク！肉しか食わない！ゾンビドーク！オッケー！いや、こうやってひるんでくれるのいいわ。いった！マジで。こっち、なかなか難易度高くない？上からでしょ。どこから？うわ、後ろからか。そんなとこにいたのか、お前。マジかよ。舐めんじゃねえよ！ベータカルジンのパワー。矢が刺さってしまった。肩に矢を受けてしまったな。何あいつ。あ、いや、ごめん。わぁ、ちょっと長くない？うわ、怖くない？でも、バックスタ取る。いい。トレイン。さすがに消えてるか。オッケー！オッケー、完璧！ 20 番完璧よ。うわ、まだいるよ。油断したらダメよ。はい、こいつも、バックスタ取らないと多分きつい。はい、HP 的に、HP となんか武器の火力的に、バックスタ取らないときついな。よいしょ。グレアク！この段階でゲットしていいんですか、グレアク。これ多分レアドロップでしょ、多分。レアドロップじゃない？レアドロップしちゃいましたよ、ニンジンマン。いいんですか？使っちゃいますよ。いいんです！使ってもいいんです！なんもないよな、これ。てか、下の階段もあるし、こっちもあるし、いや、気になるとこ多すぎなんだよな。なんだっけ、この名前、忘れたけど。わぁ？いた。焦げた。マジ焦げた。焦げた、三四郎。オッケー！うわ、お前もかい！お前もかーい！お前もかーい！お前もかーい！こいつ来ねえよな、こっちまでは。ヤバタンですね。ちょっとヤバすぎるよね、ここは。あそこの箱の中気になるんだよな。俺の勘が言ってんだよ。長年のソウルシリーズをやってました。俺の長年の勘が、アイテムがあるって。ねえじゃん。アイテムなんてねえじゃん。アイテムねえじゃん。嘘やん。え？だって生きてるもんね、お前な。おい！しんどけ。いや、ここ結構最初にしては結構難しいね。あ、さすがダークソウルですよ。確信。え？さっき。丸か！おい！え？嘘でしょ？幻の壁の床、もうやっぱり評価が24もあるからみんなで騙しに来てるやつだな、あれは。みんなで騙しに来てる。うわ、開かねえのか、ここ。開かねえのか。こちら側から開かねえって、もうむしろどっから開くんだよな。全部開かねえもんな。じゃあどっから開くんですかと。じゃあどこから開くんですかと。私は真に問いたいの。さっき言ったよね、なんか。どうするか、ここ。これ、やばいでしょ。どう考えてもやばいよね。これ、なんとかなんとか。貫通で。エスト伸びます。
あれでもここ来たことない？いやいやいや、あここ来たことあるよ。かかりみんとこじゃないの？違うよ。デブ、うるせえ。こいつ行き止まりっすね、多分。で、ここは多分これで終わりだ。多分ここはこれだけのステージ。で、あっちの何？下があるステージですね。で、今のアイテム取って終わり。で、もう一個見てないところがある。もう一個だけ見てないところがね、あっちにあったはず。ここで、まあ、S と回復していいですね。S と回復して、一旦 S と回復してからの、左にもね、見てないところがあるんですよね。これ多分こっからショートカットとかできないね。高すぎるね。フロムソフトウェアそういうショートカットまで意外に計算して作ってたりするところがあるので、さっき下行ったんだっけ？上？わ、何？わーい。ここもなんかいきなり来るでしょ、どうせ。わ、わ、こいつ操ってる。ほら、一体のやつ。うわー、マジか。嘘やろ。近きすぎなんだよ。オッケー。わ、行きすぎ。危ない。強い。ちょっとビビる。あいつがやつってのが。オッケー、ベイビー。いやー、危ない。どっから投げてる。このアイテムは。でもかけら上かバカ。うわうわー、くっそー、やられたー。もう惑わされんぞ、バカが。読ませるかよ。よし、ここはこいつを先に殺さないとダメだ。いってあいつたち先に倒しちゃえば、こいつもノットやる気なしモード。マジやる気なしモードなんで、マジプータローなんで。オッケー。ここアイテム屋か？防衛鏡だ！あー、ここにあんのか。てか隠し扉とか今回ねえよな。望遠鏡ゲッチュー。望遠鏡は装備しなきゃいけないアイテムですね。エストの、これ何？エストの、飲んで FP を回復する。あ、FP 回復するんだ。なるほどね。望遠鏡を使ってみますか、今回の。あー、いいっすね。あ、ズームもできますね。なるほど。いや、これ望遠鏡部屋ってだけで、それだけで価値ありますからね。なるほど、望遠鏡部屋。はい。で、ここは望遠鏡部屋だったっていう感じですね。じゃあ、まだね、行ってないとこあったんだよね。そこも見たい。これ多分上もうないよね、部屋。多分なかったと思うから。これのね、上行ってないですよね。はしごの上。抜けちゃおう。はしごっていうか階段の上。こっちをまだ見てない。ほら。危な、マジで。うわ、怖っ。マジ嘘だろ。つまり何が起きてるの。どこまで炎届くんですか。うわ、この辺まで届くぞ。こっちか。うわー、ごめん。じゃあ、後にしまーす。こっちも開かねえもんな。だから鍵しかかかってねえもん、この辺。わ、こいつ強そう。こいつさっき俺はこいつに消されたライセンス。うおー、こいつ絶対強いもん。いって、何その、盾で小づくのは。やめろー。いや、強え。
負けるわ、こんなん。こんなん負けるわ。屋根の上で、いきなり、突如行われる、謎の、私はもう見ない。あそこにもなんか、アイテムあるよね。あれどうやって飛んだろう。あ、でも、ここ、いた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 。けど、今回は、これ。ここです。オッケー。そこからね、うわ、湧きすぎ、湧きすぎ、湧きすぎ。湧きすぎなので、こっちで倒します。落ちろ。誘いいたしまーす。落ちろ落ちろ、俺も落ちろ、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 落ちろ。ジグザグ走行、いった。めっちゃヒットした。お前、ゴルゴ13よりも正確な射撃かよ。これでこっちから下に行けるんですね、多分。これ下に行けるの、これ、いいよ。下を目指そう、どんどん。多分下にボスいるでしょ、これ。間違いねえわ。でも、かがり、何よ、何よ、何よ、絶対生きてる、絶対生きてる。うわわ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 わおい、どうしたんだよ。この剣が欲しかったの。この斧が欲しいのか、てめえは。おめえにあげねえよ。あ、これ生きてるっしょ。生きてねえわ。で、中身入ってねえわ。うわあああああ、なんかいる。あれ、背中になんかついてんな、刃。後ろ行くと、あれで転がってきそうだな。